はゆかチャンネルのゆかです。おはようございます。おはようございます。こんにちは。スピンなのでから実は私はソウルに行ってくるんですけども、今回はとあるハニウォンっていうハリキュー専門の簡易院っていうところに行ってきます。今日私が受けてみようかなって思うのは童顔針っていう、まあ日本でも結構最近たくさんの方されてると思うんですけど、短い針を顔とか頭とかに打って、ちょっとリフトアップとか弾力を増すような効果がある施術になります。なんでそれを今日は行ってこようかなと思うんですけど、病院の雰囲気とか、あとそこに日本語担当の方もいらっしゃるそうなので、皆さんにも紹介できたらなと思って今日は動画を撮ってこようかなと思います。なので、まあ痛いのかとかね、いろいろ気になると思うので、私が実際にしてこようと思います。それでは見てみましょう。バイバイ。はい、今やってきました。もし地下鉄で来る方はチョンダム駅の9番出口からすぐ内からチューって歩いてくると着きます。で、ここがハニウォンになります。ドキドキ。これね、こういう風に芸能人の方も来てるみたいです。病院の中に入ってみようと思います。病院の中はこんな感じで、結構なんかあったかい雰囲気のするインテリアとかになってます。で、すごくこう落ち着いた雰囲気なので、こう人がたくさんいて流れ作業みたいな場所ではありません。なのでご安心してカウンセリングっていうのを受けれるような雰囲気になってます。그때침맞고좀괜찮았어요？네두통있었는데괜찮았어요。오늘은얼굴쪽치료하면좋을것같은데네탄력이나비대증이있어가지고그거침치료를하면、네、비대증이심한편은아닌데약간뭐이런느낌으로살짝지금이쪽이살짝더내려와있으니까여기를살짝리프팅을시켜주고개선이되고그다음에여기순환이좀잘안되는느낌이있어요그래서이제거기를외선침하고재생침이라는게있는데그거를같이하면좋을것같아요그외선침재생침하고그다음에얼굴전체적인탄력보습이런걸해주는이제쿨리프팅이라고있거든요쿨리프팅예하나해주면더좋을것같아요많이아프나요아프진않아요네네여기같은경우는이제거북목이라든가어깨가안좋다든가이러면이제여기턱쪽으로가약간틀어지죠그럼그게개선이되면조금씩나아지죠네좀나아지죠그래서이제항상목같은경우는스트레칭도좀하고유라인자체가조금더좋아져요네오늘그러면준비해줄게요네감사합니다 はい、今院長先生、院長先生でいいのかな、先生とカウンセリングをしてきました。私は全体的にちょっとやっぱり20代後半っていうのもあるので、弾力が落ちてきたなっていうのをこう感じる部分があるのと、なのでこの辺のこう見えますか、この影、こういうたるみをちょっとこう改善したいのと、あと元々なんですけど、私顎がこっち側にこう曲がってるんですね。で、これなんでかなって聞いたら、なんか私結構やっぱりずっとパソコンとか編集作業とか以前からしてるので、かなり古文目って言って、こう首が前にこう出てる姿勢なんですけど、姿勢の悪さっていうのがこの顎のズレにつながってくるっていうことだったので、その部分も改善していきたいなと思います。で、ここのね、なんか顎のここが循環がすごい悪いっていうことだったので、ここにメゾ針っていう、こう針を刺していく予定です、うん、で、あとは糸リフトっていうのは本当に短い針を使っ糸を使って、多分この辺ちょっとキュッと上げていくのかなと思います。なのでそんなにこう大掛かりなものではないので、全然なんだろう、私と同じぐらいの年齢の方とか、あと30代40代50代の方とかにおすすめしたい
施術になります。なんか整形とかね怖いなって思う方はこういうのは負担なくできるんじゃないかなと思います。で今はちょっとお部屋に入って待ってるので、あと施術の時にまたお見せしたいと思います。ファイティン。それではまず最初にクレンジングを行っていきます。すごい丁寧にね優しくクレンジングしていただいてすごい気持ちよかったですその後に今日は針を使っての施術になるので一応麻酔クリームを塗っていただきました。麻酔クリームを拭き取った後は首のちょっと矯正をまず最初に行っていきます。ずれている部分を整えていただいて、そしたら次にスレッドリフト針の施術になるんですけども、これはたるみのリフトアップとかあと輪郭改善とかシワ改善に効く施術になります。次に行っていくのは再生針といって、この短い針を使って皮膚のところにちょっと傷をつける感じで自己再生力を利用して肌を治していくっていう施術なんですけども、これはニキビ跡とかの広がりとかにも効くみたいです。そしてこちらが終わったら今行った施術をより効果的にするためにこのクールリフトっていう機械を使って肌の保湿を行っていきます。で最後に銅眼針でこう凝り固まった筋肉とかあとは循環、お肌の循環っていうのを良くしていきます。頭にも刺していただいたのですごい気持ちよかったです。でレーザーを受けながら待機して施術は終わりになります。今はちょっと腫れてるんですけど、でもすごいアップしましたね。ここのマリオネットラインがなくなったかなって思います。今もうすっぴんだしちょっとこうやっぱ腫れてるのもあるので、明日またお化粧した時にどう違うかっていうのをまた撮ってみようと思います。ちょっと大満足です。緊張したけど頑張った頑張ったなのでそんな感じです。はい、今宿泊先に戻ってきました。さっきねちょっとなんだろう、光がオレンジっぽかったので見せてあげられないかなと思ったんですけど、今はその注射の針のちょっとこう傷がついててこんな感じで、も前にここに私すごいニキビ跡とかあったのでそれを中心にこうしていただきました。なので再生するとともに肌が綺麗になっていくっていう感じなので、今は傷ついてるんですけど、ここから1週間2週間でだんだん良くなって弾力が出てくるっていう感じだそうです。あと毛穴とかもこう目立ちにくくなってくるっていうことだそうです。まあ、こういう施術も結局は何だろうな、周期的に通うのがやっぱりベストなんですけども、だいたい3ヶ月から6ヶ月に1回っていうのがいいよっていうことでした。なので私も通えたらどうかな、通ってみようと思います。今日はこのまま洗顔をせずに寝てくださいっていうことだったのですっぴんのままいようと思います。で明日またお化粧してみるので、その時にお化粧のりとかどうかなっていうのを、あと傷とかももっと多分良くなると思うので明日また見てみようと思います。それではまた明日。今日頑張りました。頑張ったっていうほど痛くもなかったんですけど、それではまた明日、バイバイ、アンニョン。はい、皆さんこんにちは。今日は、昨日ハニモンで施術を受けてきたじゃないですか。その2日目なんですけど、今すっぴんで朝ちょっと準備してます。肌の状態としては全然昨日よりはね、傷というか針の跡が目立たなくなりました。やっぱりすごい細い針だし短い針なので結構いい感じです。でまあ腫れとかも全然全く分かんなくて、まあ、ちょっと昨日の夜にしょっぱいの食べたのでちょっとこうむくんでるかなって感じはあるんですけど、でもそれ以外は全く普通にこう生活できる感じです、うん、なのでまあお化粧のりどうかな、今からちょっとお化粧してみようかなと思います。はい、お化粧するとこんな感じです。全然傷があるとかっていうのは目立たないですよね。本当にちょっとこう近くで見るとこういうとこかながちょっと目立つんですけど、でもこことね、ここは施術する前から結構
ニキビ跡みたいな感じで跡があったので、なんかそれが残ってる感じになります。なんかあと1日2日したら本当にだいぶ消えそうですね。で結構ねお化粧何も思ったよりよくって、2日目なのにもうちょっとこう浮くかなって思ったんですけど、全然そんなこともなく、すごいいいですね。なんかこんなにダウンタイムがなくってで気軽にできるし、そんなに痛くもないしっていう施術だったら本当にやる価値あると思います。なのでなんだろうな、気になってたけど手出せなかったなっていう方とか、あとやってみたいけど怖いしダウンタイムなんかブログとかだと信じれないなっていう方は、この動画参考にしていただけたら嬉しいです。やっぱりなんだろう、いい情報はここで皆さんにお届けしたいし、良くないものは良くないってはっきり言っていきたいので、そんな感じの素朴な美容 Vlog になりました。でまあどうだろう、その毎日私は自分の顔を鏡で見るから、ダイナミックな変化っていうのは自分では多分感じることできないかもしれないんですけど、多分皆さんはこう画面で私のことを見て、おなんかリフトアップしてるとか、ちょっと弾力増えてきたのかなっていうのを多分これからの動画とかで見ることができると思うので、その辺ちょっと比較してみてください。今のところそうだな、この辺とか全然違うなって思います。なんかちょっとこう もたっていう感じがあったんですけど、すごいスッキリしたなって思います。なので、今のところ大満足です。でもしこのハニウォンに行ってみたい方は、あと日本語担当の方の LINE を概要欄に載せておくので、概要欄からなんだろう、気になる施術だったりとか、あと他の例えば妊娠線とか、あと傷跡とか、あとニキビ跡とかのケアとかも行っているので、そっちの方も気になる方はお問い合わせぜひしてみてください。はい、皆さんこんにちは。今日は施術を受けて3日目なんですけど、チェジュに昨日の夜戻ってきて、で今 BB クリームですけどお化粧をしました。肌の状態はっていうと、ちょっとうっすら針の跡がついてて、でなんかここにねニキビが出てきちゃったの。なんでだろう、なんか昨日夜の飛行機だったんですけど、その前に言うとお菓子が食べたくなって、すごくなのでコンビニであのキャラメルポップコーン味のお菓子を買ったんですよね。でそれを食べてきたからかすぐ出ちゃうの。本当に体は正直ですね、お肌もね。なのでってことも、ただまあお化粧のりも特に問題なくって、むくんでるのか腫れてるのかわかんないですけど、ちょっと今日むくみがあるかなっていう感じです。それ以外は全く問題ないです。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。でまあもしかして男性の方、ちょっとなんで病院の Vlog なのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、でも多分ね男性の方もニキビ跡とか本当にできるケアがたくさんあると思うので、もしちょっと考えてる方は男性の方でもぜひお問い合わせしてみてください。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。